リ大臣を支えた社交界の花、陸奥亮子。霊利な政治手腕でカミソリ大臣とも呼ばれた陸奥宗光の妻、陸奥亮子。宗光と亮子の出会いは、新橋の柏屋。芸者として働いていた亮子は、その美貌で当時新橋花柳界で一二を争う人気を誇っていた。亮子は宗光に見初められ、前妻亡き後17歳で5歳に。しかし、宗光の政治家人生は波乱万丈。明治11年には、政府転覆計画に加担したとして、禁錮5年の刑に処され投獄。出所後は政界に復帰し、駐米公使、外務大臣、農商務大臣を歴任するなど、目まぐるしく立場が変化している。そんな中でも涼子は母として子育てをしながら家を守り、また政治家の妻として各所で存在感を発揮。持ち前の美貌と聡明さで社交界では六名館の花。宗光が駐米公使となって共に渡米した際には、ワシントン社交界の花と称賛された。歴史の教科書にも残る陸奥宗光の偉業の数々は、この美しく聡明な奥様の支えがあってこそ成し得たものなのかも。